全身からでかい中にもう何もまで。こんな感じでした。では帰りたいと思います。はい、買い物は終わってきました。汗で暑い、汗で髪の毛バサバサ、うん、ではお腹減ったし帰りたいと思います。どっかで食べましょう。あれどっかで行ってね、もうあの業務スーパーの横のくら寿司行こうも、うん、お寿司が食べたい、うん、イオンモールでね食べてもよかったんけどさ、イオンモールのさなんだあのあれあれいきなり喋ったしんない、いきなりステーキ食べようかなって迷ってんけど、なんかね口がステーキな気分じゃなかった、うん、だから寿司にしようかなって、なんかさっぱり系なものが食べたくなんのよ暑いとねどうしてもお肉よりてかお肉でスタミナつけたりラーメンとかもいいかってんけども、ラーメンも悩んだでもうんでも気分は寿司イオンモールの中にも寿司あんねんけどね、100円じゃないの、うん、そこケチ言うなよって、おいしいの食べるよって、うん、おいしいの食べてもいいねんけどさ、でもまあそういうのはね子供ちゃん連れてった時でいいや、こっちは一人でそんな贅沢したらね、子供ちゃんおいしい給食食べてるからね、あの宇田市の給食はねなんか全国のなんとか給食フェスティバルで優勝したらしいよ優勝やったかな、銀やったか金やったか忘れたけど、なんかメダルとかトロフィー持ったらしいよ、それぐらいねいい給食らしい、だから、うん、やっぱ子供もねあっちゃんの給食って最低やった最低やったら怒られるけど、もう給食嫌やんってなって給食まずいっていう感じやったんけど、今給食おいしいよ、子供が給食おいしいよって、うん、帰ってきた、あっちゃんのご飯がまずいからです、やかましい、いやそうかも分からへんけどねでもねおうちのも美味しいって言うからね、多分、うん、子供の口には美味しいんでしょう、うん、でもあっちゃんのお料理ね見た目とかね作り方の割にね美味しいのよあっついセリアなんだけど、なんか読むな、暑いな汗や、生ハムと生ハム買ったからね、クーラーボックス入れやなんか、お寿司食べて、業務スーパー寄ってで帰りましょう、はい、久々にくら寿司や最近ね、くら寿司行ってないからさ、くら寿司も好きやねんけどね、あんまり急にブレーキも危ないから、ね、荷物がねどっちもこうってなるから、入り口どこや、こっちか、あれじゃあこの辺止めようか、ぼっこいトラックの横やな、なんかねえな、端っこふかいやねえ、頭から突っ込んだぼっこいトラック怖いね、結構ね出てって当てられたら嫌やからさ、よし、じゃあ行ってきます、チャオ、あっちゃんです。お昼ご飯食べて今日もスーパーでお買い物してきました、はい、3時です、ご飯食べたのが2時、ご飯食べてお買い物したら1時間、はい、早く帰りましょう、早くってまだもうちょっとね寄りたいところがあるの、あとスーパーを、うん、スーパー1軒ぐらい寄ろうかなと思ってね、あ、こっちじゃない、間違えた、出るところを間違えちゃったよ、しょあれあれ、ここ出るとこ分かれ、ここだ、はいすごい大きなトラック道に横付けして入られへんからか、で業務スーパーでお買い物してきたんや、めっちゃかっこいいお
なんかさ、なんていうの、奥さんと一緒にお買い物行くのいいんだけど、旦那が一人でね、こうお買い物して来てあげるっていうのすっごいなんかかっこいいよ。なんか知らん、そうは憧れる。なんかでもね、今日これ買ってきて、はいはい言うてこう出てくれる旦那さんっていいなって思うな。何の話やね、ね、ということでね、帰りましょう。でも動かしてね、もう今3時やろ、4時、5時、2時間あったら帰れるか、ほか、まあ、お肉買いたいから、鶏肉は買ったんや、鶏肉でも今度ね、宇田地鶏を一回チャレンジしてみようかな、ちょっと高いねんけど、もう美味しいらしいねんね、そこで買った、だんだんね、食材の値段が上がっていく、ダメや、ええもん食べると、やっぱそっちが戻られんくなるからさ。オイルもね、炒めオリーブオイルやったら、いつもの安い2リッター、今日も買ってんけど、もうないから炒め物用に買ってんだけど、あれで十分っちゃ十分やねんけど、やっぱりね、生でかけんの、あのオリーブオイルね、最初良かったけど、慣れてきたっていうか、他の使ってきたらかけるオリーブオイルいいのと味が全然違うから、やっぱそっち行くねんね。まあね、炒め物もいいの使った方がいいねんけど、でお酢とかも全然そんなガバガバ使うもんちゃうから、熟成のね、いいお酢とか使いいきたいなって思ってんだけど、次なくなったらね、ホワイ、白ワインビネガーなんかでも全然味が全然違うからね、やっぱりいいのと、かなり食材落としたけど、戻していこう。でもね、できるだけ節約節約料理は、やっぱり基本やからね、できるだけ節約して、食材の質を落とさず、量も落とさず節約するっていうね、やってみよう、頑張ろう。楽しもう。楽しくやったらね、それが苦痛じゃなくなるね、信号待ちはコメントチェックたまにはちゃんとね。 GPS を探知中です。今日はね、時間がないからね、ないこともないねんけど、ライブできない。せっかく出てきて、何か食べてなったらね、コンビニ駐車場からライブでもしようかもだけど。できへん。ドライブ中にライブしたらね、また通報しようやつがあるから、振ったら。
楽しむかいね。何をしようかな。久々にヤコキさんセカンドストリート行ってお洋服買いたいなと思うんだけどね。今年になってからお洋服買ってないのよ。買った買った、あられちゃん T シャツ買った。笑うなよ、あれ気に入ってんねんから。なんか喉がなんかさっきよりおかしくなった。何やろ、なんかね、欲しいものもあるしね、ちょっとやりたいこともいろいろあんねんけどねって感じやねんけど、うん、楽しかったし、バドミントンとかも今だって子供とやった、ちょっと前にね、子供出た、子供下手くそすぎて ラリーが続かへんかって。だから、うん、もうちょっと大きなったらなぁ思うんだけど、今はちょうど上も、ね、中3やし、下もこう小6やから、多分ね、ラリー続くと思うからね、バドミントンもしたいなとか、本院ってね、うん、そんなもしたいねんけど、なかなかね、恥ずかしい。何は恥ずかしかったのに、一応言うとかなかやろ。女目としてやがましいね。はい、まあどうでもいいねんけどさ、うん、どうでもいいことあらへんけどさ、どうでもいいねん。何のこっちゃ、まあええねんけど、うおてるたびに行きたいなぁ、またなぁ、美味しかったよ、ホテルね、うん、ホテルのね、生マグロ、本マグロ、うん、めっちゃ美味しかったよ。生マグロって名前やけどさ、本マグロがね、くら寿司の大トロぐらいクオリティで美味しかったよ。量も美味しい。で、大トロ取ったら大トロなんか違うよ、あれ。それ本物や、本物っていうか、近いよ、ね、大トロに近いもんや、脂っこすぎて嫌やとか。いかにいいものを食べさせてないかよくわかるの。口も超えてもらなくもあるし、超えられすぎてもね、うん、昨日はテレビでやったら福くんって呼んで、福くんと妹と2人でなんか焼肉食べに行くと、妹が何でもジョージョー頼むから、ジョーなんとかとか頼むから、それがなんかいちびってて嫌やとかって妹が怒って、それ見てたら、もう入るなりジョーなんとかジョーなんとかって、妹と2人で焼肉で、お酒も飲まへんでね、うん、子供2人で焼肉食べて1万いくら払うとね、あおちゃう。子供がそんなことしたらあかんやろね。
あおちゃうだかんけどさ。うちの子供にシャトーブリアン食わしたらあかんねんけどさ。でもシャトーブリアン食べたらあんまりオジビーフが美味しいとか言われる。食べるときは美味しいよ。ミカルのタンがいい。タンもね、ちょっと待ってよって。でさ、いやー、まあ、でもタンだけで食べられるって美味しいよ。幸せやね。好きやからさ。また焼き肉しようかな。ホットプレートでタンとか焼き肉焼くもんな。まあちょっとお肉屋さん見ていこう。今月自動車で払うの忘れるってさ、今日春で帰らなあかんねんけど、39,500円、4万円です。まあ、そうてんないからいいねんけど、出そうな、それだって。よいしょ、むせ返しとるけどさ、ラムはスルーです。あ、では帰り回ろう。いや、ちゃうやん。どうしよう。いいかも、魚さんも許可んでいいか。あ、こうか。お肉系しか買ってない。やっぱ魚買って帰ろうか。見どころだな。結構使った割に大したもん買うてないで。いいねんけど、いいことないねんけど。どっちでもいいねんけど。火事？消防車来たよ。じゃあ救急車か。消防車。火事か。怖いね。この時期ね。あれ、ものすごい消防車が遅いよ。来たへん。じゃあ鳴らしてないのか、信号待ってんのか。さあ、緊急ちゃうときは回すのやめてほしい。こっち見てきた。回してたら緊急かなと思ってもやんね。びっくりすんねん、いつもあれ。
れたね。どっかこの辺やったと思うんだよな。あ、ここやこれ。潰れてんやん、くちゃーんってなった。えらい潰れてるやん。ご苦労様です。暑い中ね、事故処理もね、大変やもんね。大きなトラック入ってきた、通れんのかよ。こっちから来るの初めてかも。いつも反対から来るからね。まあね、これぐらいの季節ってね、ぼーっとするからね、結構事故とか起こりやすいよね。季節柄ね、事故が起こるとか結構あるんだけど、この時期はね、どうしても。まあ、この時期だけじゃなくてね、運転は気を引き締めてやんだろうからね。うん。自分だけが走ってるわけちゃうからね。いくら自分気づけば下手くそだろうからね。当てられることも結構あるから気づけな。かわいい食肉センターが見えてきました。なんか買ってかよ。ここいつもボコボコやから過去過去なんね。一つ悩むかも。よいしょ。GPS を受信できません。一つ悩むかも。行ってきます。はい、お肉屋さんなので定番の美味しい豚肉とタン買ってきた。チカルがね、タンタンって言うと、だからタン食べさせてあげたいって思ってね。で量はね、タン、まあまあ、てかあんまり量はね、お肉好きじゃないねんね。だから、まあ、お肉好きじゃないからどうしようかな。でもね、ハムとかそういうのは好きやねんな。まあちょっとなんか買って帰りましょう。あんまり量だけいっちゃうって、あの量食べへんから、家を肉のちょっとありがたいだろうかな。またシャトーブリアンとかってやってるから、そんだけ口声出すねえであかんで、ね、ほんま美味しかったよシャトーブリアンね。シャトーブリアンを1センチぐらいの幅で切って焼肉で焼いてで食べさせたらね、何もそれで満足するとは思うんだけど、サーロインでもいいしね、とは思ってんねんけどもね。たまにはね、お肉を食べましょう。しかいつもお肉食べてる気がするんだけどな。いいお肉をね、時々食べるとは思うのよ。もう今月オフ会3回するからな、金使うしな。まあ仕方ない仕方ない。お金はね、貯めたらあかんねん。使わない、使って回したら返ってくんのよ。ね、金は天下の回り物って言うでしょ。あかん。使わへん人のところには回ってきないからね。昔からそういうね、使うときは使う。だから無駄遣いをするとお金さんは怒って帰ってきゃへんけど、行きがね、使ったら。生きるお金を使うとお金さんは帰ってくるからさ、使いましょうよ。でもね、無駄なお金って世の中ないと思うよね。土偶にせえへん限り。
使って使って回す限りね、そのお金をもらった人はまたあれやん、それを使えねえからさ、うん、イラモン使ってまうしな、でもなドンキョったらネタが手に入るしな、ネタの方がやからね、あーちゃん結構食べるもん系のネタが多いからね結構その物紹介系のネタってあんませえへんな、そっちもしようかなそっちでもええねんけど、まあ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 ドンキドンキョっていこうか、通り道やしね、アホみたいなコメント書いてると誰と言わんの GPS をサーチ中です、うんインパルみたいなのかな、今のバイクなんやろあれ今踏んのバイクだよ、インパルか懐かしい、昔はボスだったからね属性になって、いや違うそれと思うねんレーシングバイク毒されてもんだな、カウルがなかったバイクが重いなって言ってたどうかネイキッドってのはどうもダメや、今のマーチ可愛いなマーチ昔から好きやってさ、可愛くて、年バレるがなって。旬一番近いところまた行けたよ。ではドンキへ行ってきまする。はい。よいしょ。行ってきます。チャオ、あっちゃんです。ドンキでちょっとまたね、いろいろお買い物してきた、やっぱり使っちゃうな面白いもんがいっぱいあんねん、ドンキって、うん、じゃあそろそろさ、食べ物系ばっかりやからさ、食べ物系じゃないものに卒業していきたいん、スイッチして、スイッチじゃないんだけど、食べ物じゃないものの紹介とかもね、やっていきたいんやけどさ、うん、やっぱりさ、食べるの好きやから食べ物系に走っちゃうんだよね。で食べ物ってさ、一回食べて美味しかったってなくなるやん、消えもんやんか。でもあのいろんなグッズって、まあ、値段も張るから一回の紹介で結構費用かかっちゃったりもするし、まあ、それもあんねんけども残るやん、ものが邪魔なんのよまあプレゼントしちゃいいねんけど、うん、もうちょっとね、うん、あの再生回数で1動画でそのものぐらいの金額までいくんやったらね、もうそれやってもいいんだけどなと思うけど、まだもうちょっとね、1動画ではちょっとしんどいでね、うん、なんか他の動画を犠牲にして1日の動画、トーク動画を増やして
元で伸びないトーク動画を増やして、グッズ紹介も面白いなと思うねんけど、うん、グッズ紹介もいいなと思うね。やりたいもいっぱいあんねん、結構。うん、さあ、もっとお金かかっちゃうんよ。元でが。まだできへんねんだから。ごめんね。なんかでもやりたいのやりたいからね。うん。だから物紹介の方が面白いしね。面白いっていうか、いろんな紹介の仕方できると思うし、うん、あ、食べ物もね、食べる前にあちゃんの参考になるかないかわからないけど、美味しいか美味しくないか、あちゃんの味覚で美味しいか美味しくないかとか、なんだ、あちゃんの感覚でね、うん、これはいけるかいけへんかとか、そんなレベルやけども、うん、まあそれでもね、参考にしてくれて、うん、よかったよって言ってくれてる人もいてるしね。あと、まあね、キッチングッズで買わんと仕方ないものとかね、調味料とかでも、うん、そういうのって参考にしてもらえてたら嬉しいなと思いながらやってるんだけど、グッズやりたいな。まあね、うん、オーディオとかも好きやし、ね、ビデオ関係も好きやし、だからそういうね、メカニカルなものとか、バイクとかパーツとかね、うん、おもちゃとかね、もちろんおもちゃ大好きやからさ、うん、やったりとかやりたいね。うん、でほんま本とか映画とかも好きやねんけど、だからそれやるとね、ネタバレになっちゃうやんか。まあゲームもやけど、だからゲームはね、半分以上趣味で子供と一緒にやるから買っちゃうけど、紹介別としてね。うん、そんなこんなでね、面白いとかなんかやっていきたいな。結局やっぱり食べ物の方になっちゃうねんね。あと残らんでいいし。うん。なんか面白いこと考えたよ。なあ、ぼーっと喋っとったミニストップ見やんとこって思うて、ミニストップの新製品なんか見ていこうと思って、夜も戻って。今日はコンビニのね、一斉新発売の日やから、だから寄りたいなとは思ってんだけどさ、なかなかね。まあセブン、ファミマ、セブンファミマ、ローソンぐらいになるか。 GPS をサーチ中です。置くとことかないわ。混んでんな。仕方ないでしょ。ゆっくり気ぃつけて。ハンドル、切りすぎ。早く戻しておばちゃん。そんな切ってたら逆向いて曲がれ落ちる。ゆってるあちゃん、バックは苦手ね。はい、着きました。一発でスマートに入れましょう。バックはね。では、行ってきます。